皆さんこんにちは、あやです。はい、本日はですね、番外編なんですけども、書いてある通り、レンタル DVD 借ります。バリバリ。バリバリってなんだ、これ関西弁でめっちゃっていう意味です。はい、というわけでですね、いつもは、いつもじゃない時もあるんですけども、新作の映画のレビューを私は基本的に上げております。で、ですね、旧作はじゃあ見ないのかとか、新作は全部映画館で見てるのかとか、いろんなご意見があると思うのですが、もちろんですね、配信も見ますし、こういう風な形で、ソフトをですね、レンタル屋さんに行って私は借りてくるということも現役しております。なぜかというと、配信に載らない作品めちゃくちゃ多いです。未だにソフトスルー&ソフトだけというものがかなりの数ありますので、はい。で、レンタルソフト屋に仮によく行っております。よくってほどでもないかな。たまに行っております。で、それでね、ジャケ狩りとかもするし、これが見たいと思って借りに行く時もあるし、もうどうしても見たいんだけど、いつも誰かが借りているみたいな人の返却を、待ちに待って、今、携帯で見られるので、その待ちに待ったタイミングで、お店に滑り込むこともあります。というわけでですね、私がいつも利用している、TSUTAYAですね。TSUTAYAの、リップが落ちた。TSUTAYAで、借りた。4週間で23本借りたのを一応ご紹介したいと思います。基本的に、なんだろう。あれを借りてます。なんつうの？新作、純新作あたりを借りております。すごいずれてるね。よいしょ、頑張って。頑張って。はい。じゃあ、一応、このね、返してねっていうので挟んでくれるじゃないですか。返す期限がいつだよっていうのを。この紙はちなみにもらっていいそうです。ソフトだけ返せばいいっていうのを、TSUTAYAの方はおっしゃってましたので、もらってきました。と、あとですね、もらい忘れたのがあるので、メモをしておきました。ビッグシックの、これは前よりたくてですね、実はこのイラスト、私の友達のあゆみさんというイラストレーターの方が描かれております。めっちゃ可愛い。で、ですね、じゃあ23本何を借りたかをダダダダッとご説明していきますね。はい、ハードコア、山下信弘監督ですね。で、ダークスクール、これは、なんか B 級ホラー系。リグレッション、これ、エマ・ワトソンとイーサン・ホークです。3D 彼女リアルガール。出たー出たーえい、勉監督ですね。はい。で、ヘイト・ユー・ギブ。これは、ソフトスルーになっちゃったラップのやつですね。私の上半期ランキングにも入れました。で、ザ・ウィッチ、魔女。クレイジーグッド。ティファニー・ハディッシュのやつですね。で、アンノン・ボディーズ、サンジュ、ジュリアン、人に会えるまで、サタデー・ナイト・チャーチ、これ一番最近のやつ、サンジュなんて今朝の4時頃まで見てた。で、ときめきプリンセス、婚活日記、婚活記。これ韓国映画、シモンギョンちゃんですね。新聞記者に出てた。で、クワイエットボーイ、センステイ君主、タナーホール、紫の誘惑。これはルーニー・マーラーと、なんだ、キャプテン・マーベル。名前が出てこないぞ。ブリー・ラーソンが、出た若い頃の映画ですね。で、ホテル・エル・ロワイヤル。これね、ちょっとね、行けなくて、京都ではやらなかったんですよね。クリヘムのやつです。で、黒い箱のアリス。はい。で、あとは、負け犬の美学、迫り来る嵐、俺たち、ホームズ&ワトソン。これ、あれですね、ウィル・フェレルのやつですね。ウィル・フェレルのイギリス英語めっちゃうまいっていう。ホワイト・ボーイ・リック、これマシュー・マコノヒーですね。インスタント・ファミリー、これマシュー・ウォルバーグのやつなんですけども、ソフトスルーになりましたね。本当の家族見つけました。一応このですね、23本を、4週間で借りた形になります。で、この中でですね、おすすめを何本か紹介していければなと思いますね。最新のやつから、前のやつからいこうかな。そうですね、ハードコアの山下監督は思ったよりハードでしたね。で、ダークスクールなんですけど、実はこれ見れなくて、そのまま返しました。はい。で、リグレッション、エマ・ワトソンとイーサン・ホークの実はこれね、ホラーかと思ったんですけども、スリラーで、ちょっとエマ・ワトソンが珍しい役をやっております。で、それを探っていく神父のイーサン・ホーク、また神父会っていうね、今年のあった魂の行方に近いものがありますけども、あ、じゃあ、神父じゃない、刑事。今回は刑事なんだけども、修道院に、教会に逃げ込んだ、お父さんからの虐待に怯えて教会に逃げ込んだエマ・ワトソンにその事件の真相を聞くということで、刑事のイーサン・ホークが探っていくんですけど、実は点々ってやつですね。で、推理彼女はリアルガール。これはね、私がこれ系の映画監督、いわゆる広瀬すずとか土屋太鳳とかが出てそうな、中条あやみとかね、が出てそうな、いわゆる少女漫画原作で若い子が見に行くんでしょうみたいな映画ファンに割と差別されがちなこのジャンルにおいてですね、この A 務監督っていう、A 務監督だったかな。ちょっと待ってくださいね。今日も iPhone で撮ってます。よいしょ。あ、そうだね。A 務監督ですね。はい。この A 務監督という監督さんはですね、非常にやばいんです。地雷監督なんです。ヒロイン失格とかが本当にやばい。ひどい。ヒロインから、かなり注目してるんですよ。私、この監督あまりにもひどいから、ずっと見続けていたいと思って、見続けてるんですけど、なんとですね、実は、この 3D 彼女なんですけども、思ったより良かった。っていうか、めちゃくちゃ成長してるやんと思って。で、よくよく、その間にもですね、トリガールもなんかちょっとやばかったし、朝日奈具見てないんですけど、未成年だけど子供じゃないも見てないんですけど、で、また書き狂いとかがあるんですよね。で、ヒロイン失格がもうあまりにもひどかったから、この監督はそういう意味で注目をしてたんですけど、今回の 3D 彼女を見て、めちゃくちゃ成長してるやんということで、私実はですね、嬉しいサプライズだったんですよ。超当たりや根性で、中条あやみ好きなんですけど、3D 彼女、リアルガールを見たんですけど、いや、確実にクオリティがマシになっている。もうずっとね、ほんと、ダサくしか作れねえ、才能ないやつって決めてかかってたんですけど、本当にこれはですね、きちんと成長してるし、で、よくよく考えたら、ヒロイン失格すごいダメなところって、ロケすらされてないとか、高校が舞台だから、高校でロケすらしてないとかもありえないと思うんですけど、で、衣装が季節ともうごちゃごちゃっていうのとかもあると思うんですけど、よくよく考えたら、ロケできないとかって監督のせいじゃないのかなとか、いろいろ思い出して、いやー、これはね、説明台詞はすごく多いです、はっきり言って。いわゆる日本映画のちょっとダメなタイプには分類されるんですけども、その分、主人公をナードにして、オタクにして、テンポを良いっていうテンポを良くしてるんですね。独り言が多いというキャラ設定に置き換えることで、セリフが多いことをですね、テンポが良いっていうことに、一応すり替えてるので、見やすくはなってます。で、なんだろうな。中条あやみがなんか、冴えないナードに、半年だけ彼氏になってみたいな、告るで、ナードがオタクが戸惑うみたいな話なんですけども、もう中条あやみの可愛すぎるのは、まあもちろんのことですけどね。で、しかもですね、なんだろう。あと名言がありまして、この映画。オタクが言うんですけど、2次元の常識は3次元の非常識らしいです。はい。これ、名言ですね。はい。で、ただですね、この映画ですね、めちゃくちゃ長いんですね。はい。なんだろう、114分もあります。これ系の映画でですね、90分を越されるときつい。なので、やめていただきたいですね。後半に行けば行くほど話もよくわからなくなってくるので、もちろん映画としてははっきり言ってクオリティは低いんですけど、確実にこの監督成長してるんで、私はどんどん追いかけたいと思います。で、ヘイト・ユー・ギブなんですけども、これはですね、上半期ランキングの都道府県をご説明いたしました。友達がですね、警官に射殺されるという、いわゆる黒人ものです。いわゆるアフリカ系の女の子のものなんですけど、まあ、素晴らしい。このスターという女の子が主人公の映画に外れなしですね。ぜひ見ていただきたい。そしてですね、ランキングからは漏れちゃったんですけど、めちゃくちゃ上がりまくったザ・ウィッチ魔女。韓国映画なんですけども、これも最高でしたね。女殺し屋って言ったら、微妙だな。キム・ダミ演じる普通にいい子ちゃんなんだけども、実は記憶がない女の子がですね、養父母に育てられるんですけども、実は殺人マシンだったものですね。その殺人マシン描写がめちゃくちゃすごいんですね。それこそ前にあったなんだ、悪女、キム・オクビンのあれの感情をなくした感じで、このザ・ウィッチはヒットガールとクイックシルバーを足して、その悪女の記憶喪失版にした感じなんですよね。もう非常にもう最高で上がるシーンもあって、でチェ・ウシク君とかが出てるし、非常にですね、そのチョン・ミンスのマッドサイエンティストっぷりもやばかったりもしますし、なんだろうな、その科学的な作られた殺人マシーンっていうところをフルにですね生かした描写がめちゃくちゃいいんですけどね。皆殺しがもうほんと最高。最初は1時間ぐらい普通の生活なんですけど、最後のやっぱり30分ぐらいのシークエンスの暴れるところがもうまず最高ですね。でその最初にですね、その彼女は高校生なんだけど運転とかしてるのが後々効いてくるっていうのが非常に良かったですね。はい、この「ザ・ウィッチ」は本当にね、劇場でちょっと私見れなくてめちゃくちゃ見たかった作品だから良きでしたね。はい、でその後が「負け犬の美学」「迫り来る嵐」「俺たちホームズ&ワトソン」「ホワイトボーイリック」「インスタントファミリー」これ負け犬の美学はですね、ヨーロッパコープなんですけども、新しい監督でリック・ベッソンが関わってないからですね、結構良かったんですよ。ヨーロッパコープってだけでゲッってなっちゃう昨今、意外にですねリック・ベッソン全然携わってない映画が多いなっていうのは最近感じるところではあるんですけども、結構良かったですね。これもボクシングもので、すごい負け続けのボクサーなんだけども続けているっていうおじさんがすごい、全然時間がなくなってきてすいません。で俺たちホームズ&ワトソン、これみんな酷評してるけど、ウィル・フェレルの出てる映画は全部面白いの。なんでディスるんですか。なんだろうな、コメディを作ってもう明らかにわかるじゃないですか、こんなウィル・フェレルが出ててめちゃくちゃコメディなのは。なのになんかジョン・シー・ライリーとね、なのになんかすごいみんなが怒ってるから、いや怒んないでよっていう、っていうか普通なテンションで見ないでよっていうのが正直なところですね。なんだろうな、 USA 色が強すぎるホームズ映画ということで非常に私は好きですね。で、インスタントファミリー、本当の家族見つけました。これ結構話題になってますね。一本批評さんとかもすごく押されてたんですけども、これ非常に良かったです。マーク・オールバーグっていうか、ショーン・アンダース監督作品っていうのは、まず最初にお伝えしていただきたい。ショーン・アンダースという方はですね、私の大好きなダディーズ・ホーム、パパ VS 新しいパパの方なんですよ。で、モンスター上司なんちゃって家族の脚本とかもやってる非常に重要な人物なんですよね。なので、ショーン・アンダース作品だよっていうのを言っていただかないと、ショーン・アンダース監督作品とかショーン・アンダースが関わってる作品はもう絶対に見なきゃダメなのね。マストルックは大なので、ぜひぜひ、これはですね、養子を迎えるんですね。3人ぐらいっていうか3人だったと思うんですけど。で、その養子とその親子の関係性っていうのを描く非常にですね、アメリカ的な映画ですね。マーク・サンダースは基本的にこういう、ショーン・アンダースは割とこういうアメリカ的なそのステップファザーであるとか、その養子であるとかで、実際にご自身が養子を持たれたことでこのテーマっていうのを作られたみたいなので、非常にですねカタルシスがありますね。困った養子で養子に慣れているで、里子と養子の違いとかで非常に描かれていて素晴らしい勉強になりました。全然時間がないですね。あと非常にですねおすすめしたいのだけ言いますね。ホテルエルロワイヤル、これめっちゃ面白いですね。ホテルに集まってきたよくわからないんだけども人たちが実は集められた存在だったんだっていうのに、クリス・ヘムズワースのセクシーなですね、ちょっと痩せてるんですね。そうではブクブク太ってたんですけど、基本クリス・ヘムズワースはほっとくと痩せるので、ビルドダウンしたですねクリス・ヘムズワースがですね、シャツをもうガッと開けてですね腰を揺らしながら近づいてきて、ダンスを踊りながらちょっと狂ってるですねチャールズ・マンソンみたいな感じなんですけども、なんだろうな、それと対峙する女の子とその女の子の妹がクリヘムと付き合ってるんですね。もうクリヘム犯罪レベルなんですけど、その女の子も明らかに未成年なので犯罪レベルなんですけども、そのホテルに集まったいろいろある人たちがこの、チャールズ・マンソンっぽいクリヘムとどう戦うかっていうか、じゃあ誰が勝つのか、そしてこのホテルはどうなるのかっていうのがめちゃくちゃ面白いんですね。ワンシチュエーションなんですけども、このホテルエルロワイヤルっていうところが非常に趣があるのと、キャラがみんな濃いのでめちゃくちゃ面白かったですね。あんまり期待してなかったんですけど、セクシーなクリヘムが見れればいいやレベルに思ってたんですけど、本当に面白かった。で、あとですね、おすすめしたいのは、先制君主。これもそれ系ですね。いわゆる少女漫画原作でバカにされ系なんですけど、この先制君主、面白かった。これもうその名の通り、先生と、生徒の恋愛で、先生が君主なんですけど、ちょっとね、色合い的には、去年、生田斗真君と広瀬すずがやった先生にちょっと似てるんですけども、私、あっちはアウトだと思ってて、やっぱり教師と、生徒の恋愛なんてまあまああるじゃないですか、はっきり言って。現実的にも、卒業後先生と結婚しましたみたいな人めちゃくちゃいるし、私の高校時代も普通に先生と付き合ってることがかなりいたので、そういうのは私はアウトだと思ってるんですけども、この先生君主、きっちりしてます。そこがね。もう、ちゃんとしてる。そこがまず私的には良かったのと、このヒロインの女の子がめちゃくちゃ前向きで、もう全然先生好きになっちゃダメ、好きになっちゃダメっていう格闘してるのも可愛いし、で、その格闘しながらも好きになっちゃってから、じゃあ先生に絶対好かれてやるっていうところがめちゃくちゃ可愛いので、この主人公は本当に私は大好きで、共感もできるし、なんだろうな。彼女が魅力的なことによってこの映画っていうのは非常に面白くなってると思います。でこの先生との関係性も非常にいいし、どういうふうにこの先生の君主っていうか、ちょっとなんかこう上から目線な感じなんですけど、その塩梅とそのワンコのように食いついていく女の子の塩梅も非常にいいかなと思います。でこの先生役がですね、先生役が竹内涼真君、龍馬君で、生徒役が浜辺美波ちゃん、まあ、どっちも知らないんですけど、この先生役の竹内涼真君、竹内涼真君、この子がめちゃくちゃかっこいい。この子がめちゃくちゃかっこいい。有名なんですよね、多分。多分有名なんですよね。めちゃくちゃイケメンすぎる。笑顔がめちゃくちゃ可愛いですね。で、なんかその女子が好きな男性の仕草みたいなのを、この一丁前にこのね、高校生の、浜辺美波ちゃんがズキュンするんですけども、その描写がたまらんと思いましたね。30を超えた私が見てもたまらんと思うので、竹内涼真君か龍馬君か、彼は多分たまらん、世間的にも多分たまらないんでしょだと思います。はい。あとですね、これね、ちょっと旧作にはなっちゃうんですけども、ぜひ皆さんに見ていただきたいで、あまりにも見ている人は少ない映画、あの人に会えるまで。これはですね、28分の韓国映画なんですけども、実は日本公開するまでに結構いろいろありまして、タイトルがですね、ミヌさんに会う日とか、あの人に会う日までとか、いろいろ変わったりしてるんですけども、ソフトで出ているタイトルは、あの人に会えるまでというタイトルになります。これはですね、はっきり、まあ、前情報、実は何も入れないで見ていただきたいんですけども、まあ、離散家族ものなんですけども、この28分に込められた、思いとかがものすごいし、その演じている女優さんが非常に魅力的なのと、でそのミヌさんを待ちわびている奥さん、ミヌさん帰ってこないなでお料理作ってミヌさん帰ってこないなってずっと待っている、その可愛い奥さんがですね、一体どういう毎日を過ごしているのかっていう描写が非常にいいですし、彼女に電話をかけてくるですね、サラっていうアメリカに住んでいるお友達がいるんですけども、その子との関係性、そしてですね、あの人に会えるまで。もう話してるだけで泣けてきた。私この映画お金払って人を連れて行ったんですよ。私がお金払うから見てって言って、払うから見てって言って無理やり連れて行った見た後、お金返すって言われたぐらいすごくいいので、ぜひ絶対外れなしのおすすめでございます。というわけでですね、新作を映画館で見るもよし、旧作を DVD で見るもよし、配信で見るもよし、ぜひですね、ソフトだけでしか出てないものもあるので、チェックしていただければと思います。それでは長くなりましたが、最後まで見ていただいてありがとうございます。バイバーイ。